はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病で骨髄移植をした患者さんでね、免疫抑制剤を飲んでたらね、副作用でね、不眠症になることがあります。まあ、僕もそうでした。でしたっていうか、まあそうなんですけども、まあしかし、あることをするだけでね、本当に朝まで眠ることができました。今日はそのお話をしますね。でそれは何かと言いますとですね、腕立て伏せです。腕立て伏せ、普通のね、まあそれをね、10回します。10回、たった10回、それだけです。で、まあ、1時間空けてまた10回、まあ、また1時間空けてまた10回っていう感じでね、まあ、これをね、起きてる時間にやれる時だけやります。まあ、別にやり忘れても構いません。その朝の寝起きからはね、しんどくてできないと思うんで、まあ、帰ってきて寝るまでの間とかね、まあ、10回やって、とりあえず1時間空けてからまた10回やるっていう、まあ、これ例えば10時間やったら合計100回ですよね。まあ合計したら当たり前のカウントになってしまうんですけども、まあ、でもこの別にこのムキムキにこう、うーってムキムキになる必要ない、そういう心理状態であったりね、まあ普段からこう運動できてない人たちからすればね、まあ、それなりに結構いい運動になると思うんですよね。まあでもそのムキムキになりたかったらですね、まあ、たった10回じゃそれは無理なので、まあ限界のね、回数を1日に1度だけうわーってこう何回も何回もやっていくとね、すぐムキムキになりますよ。そしてその、まあ、その都度ね、限界の回数に挑戦していけば、もっとムキムキになりますんで。まあ、それでもね、腕立て伏せだけで、そのね、鍛えられる筋肉の部位にはね、限界がありますのでね、まあ、バランスよくね、ムキムキになるんやったら、ムキムキなんかな、バランスよくムキムキになるんやったら、他のトレーニングもね、必要ですし、まあ、それこそトレーニングジムにね、行けばいいだけの話なんでね。まあね、その話がムキムキの方向にそれって言ってしまいましたので、ちょっと戻しますけども、まあその職業にもよりますけども、仕事の合間とかにもできますよね。学生さんなら休み時間とかね。まあその隙間時間にやれば1日の回数をね、稼げます。まあ、僕はずっと家にいてますけど、まあテレビ見たり、まあ読書をしたりですね、こういうふうに今みたいに撮影したりで、まあやり忘れる時もあります。まあ、だからといって忘れた分をこう必死になってガーってこう取り戻そうとするわけじゃなくてですね、気づいたらまあ10回やって、また1時間空けて、また10回だけをやるようにしてます。まあ、それでも僕、合計60回から80回はね、無理なくできてますし、まあ、1時間も休憩するとね、それなりにね、回復しますね。まあ、これが何の根拠やね、意味になってるのかは、医学的やね、生物学的ですか、まあ、解剖学っていうんですかね、わかりませんけど、まあ、ほんまに朝までぐっすり寝ることができました。ただ、まあ、肉体が疲れてるだけやからかもしれないですけどもね、まあ、本年ね、まあ、気づいたことがあるんです。これまで生きてきた中でね、この体育の時間やね、野球部の部活であったりとか、ジム行ってた時でもそうなんですけども、何回も何回もこの腕立て伏せというものをね、やってきましたけども、腕立て伏せって結構腹筋も、この背筋もね、背中のね、筋肉もね、足の筋肉でさえも痛くなるんですよね。それだけ全身を鍛えれるトレーニングやったやなーってことにね、気づきました。まあ、これまでやってきたタイミングでは、ね、今までのね、その、要所要所の腕立て伏せではですよ、まあ、腕だけが、ね、この腕だけがですよ、パンパンに張って痛くなってきたんですけども、今はね、結構全身の筋肉がね、使えてる感じがします。というか、今まで筋肉を使えてなかったんでしょうね。まあ、こんなやり方やったらムキムキにもなりませんしね、筋肉痛にもなりませんし、まあ、ほんで何よりもね、無理なくできるんですよ。まあ、くれぐれも言っときますけどね、普段から運動できない人たちやったらいけてる運動やと思います。まあ、逆を言えば、普段から運動している人には、まあ何の効果もないと思います。ほんでね、まあ、このやり方でね、1日のその1回の回数にね、余裕が出てきたらですね、例えば10回のところを11回にしてもいいと思いますし、まあ、もちろんその10回のままでもいいと思います。でもこれは本当に眠れます。
まあ、ふとした時にね、あ、そうや、うざて伏せしようみたいな感じで、あの、思い出したかのようにやってみてください。で、そして1時間空けてくれたら、また10回できますのでね。まあ、寝つき悪い人らやったらね、おすすめなのでね、やってみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。